はい、皆さんどうもこんにちは、さくらチャンネルへようこそ。はい、ということでですね、もう今日はね、なんとか動画を撮ってる感じなんですけど、そう、あのね、 PMS でございます。月経前症候群でございます。もうね、本当にひどくて、今日ね、動画あげようかあげないか迷ったぐらいで、編集とかが追いついてないので臨時で撮ってる感じなんですけど、まあなんか私前にも結構月経前症候群の動画撮ったと思うんですけど、あれはいろいろこう体調悪くなって、で回復した後にあの話してるので、臨場感がないかなみたいな、そう、臨場感がね、臨場感が伝わんないかなと思ったので、何回言うんだろうね、臨場感。そう、はい、今真っ最中でございます。 PMS の、そう、もうなんか顔色もあまり良くないですし、ボサボサですし、もうね、さっきも映ってたと思うんですけど、洗濯物も畳めてなくて、洗い物も今めっちゃ溜まってるし、あのね、本当にとにかく動くのがやっと、起き上がって着替えるのがやっとっていう感じで、もうとにかくぼーっとしてて、なんか頭が回んない感じで、昨日はちょっと熱っぽさがあって、だるいな、風邪ひいたかなと思ったんですけど、風邪とか熱もなくて、そう、ただ月経前の体調的な症状でした。で、そう、昨日からかな、すごい精神的な波があって、そう、精神的にもすごい落ちてる感じです。そう、なんかね、自分がね、あのダメダメみたいな、なんかすっごいマイナス思考になってしまうこの期間っていうのがあって、でマイナス思考になるっていうのと、あとなんか興味がなくなる、なんかいろんなことへの興味がなくなるっていうか、やる気もなくなりますし、なんかいつも結構 YouTube 見てるんですけど、 YouTube も見たくないし、なんかとにかく眠くて、昨日はもう9時ぐらいにあのお仕事から帰ってきて、お風呂入って、で10分寝ちゃった感じで、そう、でも今朝は目覚ましに気づかなくて危なかったんですけど、そう、なんとか起きたって感じ。そう、臨時でちょっと撮ってて、でやっぱりトークもあんま明るくないと思うんですけど、まあこれ飾ってない感じ、うん、あのリアルリアルそう、そう、まだリップ塗ってないんですけど、メイクはして、これから会社に行くところ頑張っていきたいと思います、はい、まあね、お仕事はすごく楽しいので、あのすごくやりがいがあって、私はそう、とりあえずお仕事に行って、うん、楽しもうみたいな、楽しまなきゃなと思ってる感じで、そう、とにかくやばい PMS。なんかね、あ、ここにないや、命の母っていう、あの生理前の症状だったり、あとは更年期障害を持っている人だったりとか、生理が重い人にいいっていう薬、サプリメントみたいなのを飲み始めたんですけど、やっぱちょっと私には効いてないみたいで、ちょっとね、今後のことを考えて、ちょっとあの今治療をしてるじゃないですか、あの産婦人科で、産婦人科で一応ね、軽くする薬は飲んでるんですけど、まだなかなか効かないので、ちょっと相談したいなと思います。なんか PMS 持ってる方いるかわかんないですけど、とか周りにいる方とか、こういうこと気をつけてるよとか、そういうのあったらコメントで教えてください。はい、今日も最後まで見ていただいてありがとうございました。ちょっと良かったなと思ったらグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次のさくらチャンネルでお会いしましょう。せーの、バイバーイ。